いや、まあ、なんか、10.0 小さく見えんな。はい、どうも、バンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画は、その配信を見やすく編集したものになっております。ということで、本編どうぞ。ちょっとマジでうぜえな、お前。こっち見てんじゃねえよ。お前は絶対許さないからな。さあ、ということでですね、英語禁止の街ですね、始めていきたいなと思います。前回はですね、1回津波に、潰され人口が10人まで減りましたが、なんとか3446人まで帰ってきているような状態ですね。はい、そんな感じですかね。じゃあ今日も張り切って頑張って、人口を増やしていきたいなと思います。ということで、それでは用意はじめ。いや、今日やべえな。まだ脳みそが仕上がってない。とにかく今は需要が伸びてないし、困ったな。ゴミ問題がやばそうだね。ゴミ問題、そして、市民が病気ですね。ゴミ問題をなんとかしていきたいです、私は。再利用施設もあって、ゴミ置き場があるんですが、機能してなさそうだね。なんとなく2個置いときましょう。こっちのゴミ集積場が、5割2部使用中で、こっちのゴミ集積場が7割使用中ですね。まだ動いてるな。再利用施設は逆にゴミの貯蔵量がもう満杯でございますね。これはまずい。リサイクル。あ、もうダメだわ。ダメだ。再利用施設は逆にゴミの貯蔵量がもう満杯でございますね。これはまずい。リサイクル。もうダメかもしんない今日。まあ今日も幸先がいいと言ったらいいんじゃないでしょうか。やっぱさ、序盤はなっちゃうんだよな。まだこう脳みそが仕上がってないんだと思うんですよ。アンダ製造機。そうね、ホームランは打たないけど常にヒット打ってるからな。打率高いよ。7割6分2厘だよ。さあ、ということで、じゃあ、ルーレットを回していきましょう。それではルーレットは絶対どこに何をどのくらい。あー、なんぼ出るかな。一発目は、あ、まずいかもしんない。まずいかもしんないぞこれ。まずい。いやー、都心に雷雨 2.5 です。まあなしじゃないっちゃなしじゃないけど、まあ辛いよな。いやー、都心に雷雨 2.5 でしたね。ちっさいけど雷雨はでかいぞ。ノーダメは嘘。いや、雷雨ってね、ちっちゃくてもダメージでかいんだ。 2.5 打ちます。よし、じゃあ打ったので再開していきたいなと思います。それでは用意始め。言いたかったのは、この再利用センターが、なんて言いたかったか忘れちったな。まあでも、なんかゴミ困ったなって言いたかったんだよ、きっと。もうちょっとないとダメかなみたいなこと言いたかったのかもしれない。ちょっと待って。え、センターって言った。センターって言った。え、嘘。
やばいな。あー再利用、おリサイクルを再利用に言い換えただけでセンター言った。もうマジで。言いたかったのはこの再利用センターがなんて言いたかったか忘れちったな。ダメだ、集中しろ集中しろ、まずは災害だ。いやマジかい、最悪だ。今日飛ばしてるね、飛ばしてるわ。それでは行きます、ルーレットは絶対、どこに何をどのくらいで。あー海行け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 、もしくは川。いやいやいや、もっと回れもっと回れもっと回れもっと、うわ。都心に雷雨 21.0 です。今日都心に雷雨率高そうだな。待って、発動準備中 64% だから、これ再開してこれ100になるのを待ってからスタートさせます。じゃあ行きましょう。ということで、それでは用意始め。これが100になったら撃つぞ。きた、 2.6 の雷雨、 2.6 の雷雨が発動しているさなか、俺は同じところに 21.1 の雷雨を放つ。どういった遊び方なんでしょうか。あー電気がなくなりました、電線が切れちゃった。いやここもか、 21.0 だからこれこの辺まで雷雨来てるんだろうな。今つなげたばっかじゃないですか。なんでかな。いやーもうこれつきっきりで行くしかないぞ。あ収まった。これでももしかしたら 2.5 のやつかもしれない。21はこれからな気がする。さて住宅の需要が伸びてきたから、この辺り建てていきたいなと思いますよ。いやーそうだねー。危ない。みんなのお便り欄が危ない、危険が危ないです。この辺りに公園も建てておきたいよね。ポンポンお城公園いいね、皆様にっこり。あんまりでもやっぱり聞かないな、ポンポンお城公園。そろそろ行っちゃう、そろそろ行っちゃう。ただ建設費1万5000なんだよな、高い。お金に余裕が出てこないと高い。いやーまだまだ混んでないな、まだ渋滞はしてない。そろそろ危なさそうだけど、人口を増やしたいから学はどうだ。小学校足りてないな、小学校を置くべし。例のカービィの商業エリアと産業区画を結ぶ太い道は作らないのか。作りません、まだ。ちょっとごめん、英語を避けているから正直言うと文章が1ミリも入ってない。200円ありがとうございます。200円は見える。ただ引っ掛けようとしているお便りに関しては正直読み切るのが限界で、内容は1ミリも入ってこない。何？俺エリアって言った？何？エリアって言った？あれ？俺これ引っ掛けられたの？これエリアって引っ掛けられたの？それとも俺自分で言ったの？これ。ちょっと待って、お？マジか？マジか？例のカービィの商業エリアと産業区画を結ぶ太い道は作らないのか。作りません、まだ。あーうまいねそれは。みんな俺に金払えば災害受けさせられるぜ。どういう煽り文句。さあ行きます。それではルーレットは絶対、どこに何をどのくらい。
あ、多分都心雷雨来るよ。都心雷雨、都心雷雨。海に森林火災集中ってやってる。よーし、どうだどうだ、もうこれは俺の運よ。ミリ、ミリってどうなの？ミリ、ミリは英語なの？じゃあ逆に日本語って何？一寸とか寸とか尺はさ、またさ単位が全然違うだろ。よいしょ。いやー、ミリな、ミリむずいな。え、ミリの分もじゃあ受けとく？わかったよ。じゃあもうミリの分受けるけど、もうあれだからな、数字の話出たら俺全部仕方すっかんな。ミリの分もじゃあ受けます。しょうがない、ミリは英語ってことにしましょう。ミリ、ミリ受けましょう。いいですよ、ここで受けなくて文句言われるぐらいだったら受けてやるぜ。その代わりもう絶対ミリなんて言わない。でも俺1ミリもとかってさ、すげえ口癖なんだよな。ということでルーレットは絶対、どこに何をどのくらい。いやー、もう受けるしかないよ。もう疑惑がかかったから受けるしかない。え、郊外に隕石、ちっちゃいの 10.0。 ちっちゃく感じる。でけえのに、すげえでけえのにちっちゃく感じる。あー、もう郊外に隕石 10.0。 いやー、ミリはセーフ理論もあるけど、今回は受ける。じゃあ次から受けねえ。まあわからん、まあわからん。これ動画にした時にさ、多数がミリはセーフだったら、ミリセーフ理論でいこうぜ、次の配信から。まあいいや。郊外に隕石 10.0 っすね。ミリはラテン語なのでセーフ。でももう回しちゃったし、俺今回だけは受けるな。ミリはラテン語なのでセーフ理論があるので、それに倣って次回からミリはラテン語なのでセーフって言い張りますが、今回はもうルーレット回しちゃって、ルーレットは絶対なので、打ちます。隕石 10.0 郊外、どこにしようかな。あ、ここ、お、ここじゃねえ。郊外、郊外ここだわ。今一番の郊外、ザ郊外に打ちます。よし。いや、あのね、ラテン語、ラテン語だったりとかするんだけど、そもそものみんな、忘れてるか？みんな忘れてないよな。このルール。このルールを忘れてないだろうな。ルーレットは絶対なんすよ。もうルーレット回しちゃった以上、受けるしかないのよ、これ。これ受けるしかないの、これ。もうルーレット絶対だから。いきます。さあ、ということで再開していきましょう。よーい、はじめ。あ、10.0 の隕石来るわ。いや、まあ、なんか、10.0 小さく見えんな。おい、なんか知らねえけど、10.0 がすげえ小さく見えんな。いや、でかいわ。強がってみたもののでかいわ。いや、10.0 小さいと思ってたけど、でかい。まあでも本当にカービィの左腕だけで済んだからね。顔面まではいかなかった。しょうがないな。あら、かわいい。あら、かわいい。あら、あら、かわいいわ。いい感じじゃない？仲良し、みんな見て、仲良し、すごい、かわいい。もうここ使えないんだけど。もう一個欲しい、やめてくれ。これ以上増えたらどうすんだよ。いやー、まあ受けてよかったな、災害を。やっぱりね、災害を受けて悲しむだけじゃダメなんですよ。
ああやって創意工夫をして災害を楽しむ努力、楽しむ努力が必要。なんならさ、ここに道路をつなげちゃえばさ、実用性まで出てくるぜ。まさかの、まさかの実用性。ほら、なんていうの日本語で、あー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 みたいなのがほら実質できました。バンブーは新しいごまかし方を覚えた。アウトアウトみたいなのができるぜ、ほらこれ。新しいごまかし方を覚えた。ねえ、これいい技じゃない？まああれだね、また郊外を作っていきましょう。これ山を越えたこの辺りに町が欲しいよな。こちら側から津波が来るから、ここら辺に町を作れば安全なのでは。決めた。ここ、片道三車線道路だから、これをもっと伸ばすわ。いいでしょ、今のはセーフでしょ。ああもうもうもうやめてくれよ、みんなみんなやめてくれよ、そのさ、ラウンドアバウト、ラウンドアバウト理論やめてくれよ。いいでしょ、今のはセーフでしょ。ああもうセーフはアウトなんだよ。いやー、そうだ、ハウンドは結構セーフだったけど、セーフはアウトなんだよな。あー、調子良かったのにな、今日意外とね。今のは自爆。違うね、みんなのせいだね。絶対みんなのせいだよ。もう今英語喋れなくなるとどういうことが起きるか教えてあげようか。人を信じられなくなります。これは論文にかける。英語を禁止すると人は人を信じられなくなります。さあ、じゃあそんなうだうだ言ってないで、さっさとルーレットを回しましょうかね。ということで、ルーレットは絶対どこに何をどのくらいで、ダメ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 なんだよ、ダムに自信はダメなんだよ。ダムに自信 6.5 です。これはダム3枚目が犠牲になりました。まだダム立ててねえのに。ダムに雷雨が一番いいんだよな。 6.5。 俺3枚分も無駄にしなきゃいけないの、ダム。これは税金の使い方であれだな、市長は結構非難されるだろうな。よし、じゃあ始めていきましょうか。それでは用意、始め。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。